タレントの指原莉乃、28、が30日放送のフジテレビ系特番トーキーンズ、59.やややや、に出演し、ゲスト出演した V6 の三宅健、42、の印象について語った。常に人の目を見て話す三宅に対して指原はあれは勘違いしちゃうと指摘。伊藤麻子、51、もう三宅先生は人たらしというか、究極の、私のこと好きなのかな、って思うよねと同意。この言葉を聞いた三宅は不意に指原の方を見つめた。これに何ですか、と思わず照れた指原は90年代生まれは間違いなく全員、三宅さんを通ってる。私、めちゃくちゃ好きだった。初めて好きになった異性が三宅さん。簡単に言うと初めての人なんですよと明かした。